今日は8月18日40何日目かなこれ42日目ゼンティルドンナは 760g ゴールドシップが640g です。増えています。離乳食も食べカリカリフードに頭も突っ込み、あんたらこれこれどうした、どうした、これ、録画になってる今。あ、なってるなってる。電池ないんじゃない？電池どうかな。もうしばらくあるんじゃない？で、なくなったら言ってくるんかな、なんか。言ってくるんやろ。あ、誰や誰やの、あの子は。ゴールドシップや。ちょっかい出すのはゴールドシップや。女や。やっぱ男の子やね。女や。女の子は優しい。そっかそっか。いたずらするもんな、やっぱり、男と女と違うみたい、女の子優しいわ、女、ジェンティルドンナ、女はい慌てて寝れた怖くない？はい、はい、ゴーゴー、ゴールド、もうちょっと、ここ登れんげんね。そうやね、もうそろそろみたいな気すれんけどね。どっちか、出たことある？ある。あ、ほんと。あの、出たことあるっていうか、入ったことある。あ、こっちで離乳食あげとって、部屋に戻りたくて。お、ジェントルゾーンのやつけとるわ。どれどれどれ、珍しい字。なあ、もう手噛んだり、耳噛んだり、足噛んだり、ほら大変大変。こういう経験がね、なんか大事みたいやからね。そうだね。お母さんもいつも、だいたいいつも、まあ56日から60日ぐらいまでね、置いとるもんね。そう。声出した。ほら。ねえ。さあちゃん、呼んでこうかな。さあちゃん来るよ。お母さん来るよ。あの、女の子が声出して怒るよ。ほら。ほら。ねえ。本当や。ちょっと待って、ほんなさあちゃん今呼んでくるわ。はい、さあちゃん。お母さんだよ。お母さん。お母さんは違う目的。さあちゃんはこれ欲しい。違う目的があります。あら、ちょっと待って、止まんとこ、これ。さあちゃん。はい。こっちは遊ぶのに一生懸命。ちょうど顔出してくれてよかったね。あの男の子ちょっと小さいからね、そうでもねえかね、こんな頃わからんね。わからんなあ、こんな頃この子小さいかなとか、この子木大きいかなって言いながら、あの2ヶ月過ぎたらなあ、もうみんなやんちゃもんやもんね。そう、あ、ここまで来るとちょっと暗いかな。こうすると、
3階のジュジュ聞こえるみたいね。聞こえるね。うん。さあちゃん、うん、さあちゃん立派や。うん。お利口やったね。お利口やった。さあちゃん、明日か明後日かわからんけど、シャンプー一回するか。ねえ。長いことしとらんもんね。ねえ、さあちゃんね。さあちゃん、どんだけしとらんなんた。妊娠する前からしとらんから。どんだけ2ヶ月。いや、妊娠中に1回してる。1回あるたんか。うん。なんか。安定期に。うん。でもそれ以来やから。ね、うん。しばらくぶりや。だけどこれぐらいにカットしとったら、うん、あのシャンプーしても何しても楽ちんやね。そうそう、乾くのがやっぱりいい、ね、うん、早くていいね。この間セントバナードの奥さんと話しとったら、あの扇風機回して、うんうんうん、あのお風呂であの セントバナードでっかいの洗うやろ、うん、ほんでシャンプーつけて洗うやろ、ほんでシャワーぶわーってかけて、うん、時間かかるしとったよ、うん、ほんで扇風機とドレイヤーと回して、うんうん、そして一生懸命乾かすんやしとったわ、うん、洗ったら好きじゃねえ、うん、セントバナード2頭目やて、うんうんうん、一頭乾かすのに時間かかるやるね。あ、かかるわ、1時間ほどかかるわ、うん、ねえ、お風呂入れて、うーん、こんなちっちゃい子ならね、すぐやけどね。ドライヤーの代わりに箱入れて乾かすっていうのがあったけど、はいはいはい、これぐらいならすぐ乾くわ。うん、ねえ、ドライヤーかけるまでもねえかもしれん。アマゾンに販売しとったね、そんな箱。うん、うん、サちゃんか。うん、サちゃん全然やつれんかったね。お産したすぐ後はね、どうしてもね、しょぼしょぼとするけどね、うん、それからどん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 なんか丈夫になってきたわ。よかったね。うん、よかったよかった。ほんなら切るか。はい、うん。